任天堂情報局にも色違いメルタン、メルメタルをポケモンピカブイに連れて行こうというニュースが本日2月6日入ってました。なんていうの、ピンクゴールドになったって感じかな、色違い。はい、2018年11月16日に発売されたポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイ。本作はポケモン GO で捕まえたポケモンをポケモンピカブイに連れてきて一緒にゲーム内を冒険できるなど、ポケモン GO とつながる遊びを楽しむことができます。両タイトルを楽しみいただいている多くのポケモントレーナーの皆さんに日頃の感謝を込めて、幻のポケモンメルタンの色違いが期間限定でポケモン GO に登場するようになります。ポケモン GO で色違いのメルメタンを捕まえよう。メルタンはポケモンピカブイとポケモン GO を連携することで手に入る不思議な箱を使ってゲットできる珍しいポケモンで、今回初めて期間限定でポケモン GO に色違いが登場することが分かりました。この鍵となる不思議な箱はポケモン GO からポケモンピカブイに初めてポケモンを送った時にポケモン GO で手に入れることができます。また色違いのメルタンをメルタンの飴を400個集めて進化させると色違いのメルメタルに進化します。この色違いのメルメタルも今回初登場になります。またこの期間、不思議な箱を一度使用してから再度使用できるようになるまでの期間も3日間に短縮されるようです。日時2019年の2月6日水曜6時から2019年の3月5日火曜日16時59分まで、不思議な箱を使用した際に幻のポケモンメルタンの色違いが現れることがある。不思議な箱を一度使用してから再度使用できるまでの期間が3日間に短縮される。ポケモンピカブイに色違いのメルタン、メルメタルを連れてこよう。もちろんポケモン GO で捕まえた色違いのメルタン、メルメタルはポケモンピカブイに連れてくることもできます。この機会に色違いのメルタン、メルメタルをゲットしてポケモンピカブイの世界を一緒に冒険しましょう。まあこれポケモン GO から書いてあったリリースと全然変わらないね。で、本来だったら不思議な箱っていうのは、まあ初めてポケモンをねピカブイに送った時にもらえて、で何回でも開けることができるんだよ。なんだけど1回開けちゃうと1週間は開けられなくて、1週間経ったらまたなんかポケモンをスイッチに送って、そしたらまたなんか開けるようにできるようになるんだよね。で、タヒノちゃんは本日朝まあ6時半ぐらいにちょうど外にいて、用事が7時からだったんで、まあこのニュース見てすぐに不思議な箱を開けてみました。で、30分で、まあ、飴は90個、メルタン自体は13体ぐらい出現したんで捕獲したんだけど、結局色違いは出ませんでした。でも期間が結構長いから、2月の6から3月の5だから、まあ1ヶ月あるね。で、そのうちに3日に1回メルタンが出る不思議な箱を使えるようになるから、まあ10回だね。で、1回でまあ大体100個ぐらい飴は作れるんで、今日の体感としてね、今日は6時半から7時までポケモン GO やった時に、まあ、90個飴が溜まってたの、0から90で。まあはっきり言ってその個体値が良くないやつは飴にしちゃえばいいから、まあ100個ぐらい、1回で100個取れるって考えてもいいかな。で、しかも今キラがさ、キラポケになりやすいっていう期間でもあるから、まあ不思議な箱を持ってる人とさらに親友、大親友とかになってメルタンを毎回交換してれば、まあとりあえずキラのメルタンは作れるでしょ。で、まあ色違いは、まあ、1ヶ月もあれば、まあ、3日に1回頑張ればいいだけだから、まあそれなりに出現率は高いのかなって印象は受けます。はい、みんなもポケモン GO 頑張っていきましょう。タヒヌちゃんでした。